入り歯をつけました。どうですか？そうで、今日ね、みんなね、私の家にサプライズで来てくれて、それでみんなね、そのままショールームやるって言って同じカーテンのところで撮ってたと思うんですけど、私はね、やっぱりこの方をね、写したいんですよだからここでやっちゃいます。今日の髪型は編み込みです。リボン付き編み込みです。そう、夕方5分やった時はもう急遽やりなよって感じでやっちゃったから、全部ボサボサ、何もボサボサ、これもボサボサって感じでした。今はね、みんな帰って、今日はね、池田がお泊まりするんだって。だから中坂、桃田、川島はお家に帰ったんですけど、池田だけね、ちょこんといます。ここにいます。でね、今日ね、昨日プリンを、大きいプリンを買ったんですよ。昨日は池田のお家に行ったんですけどね。そう、それで大きいプリンを買って、さっきね、プッチンして今日食べようって言ってたんですけどすごい大きい、これぐらいのプリンだったんですけどね、池田と食べようって言ってるのに、こんなにぐちゃぐちゃになっちゃいました始まる前はね、綺麗にね、こうやってね、ポンってね、お皿の上に頑張って池田と二人で出したのにね、こんなありさまに、こんなこんなぐちゃぐちゃになっちゃった本当にね、ショールーム始めてちょっとなんか反映されるまでは綺麗にこうやってやったのに、さあ始めるぞってなったらこうなっててポトンってなっちゃいました。もう最悪、綺麗なプリンだったのに、大きいプリンだったのに最悪です。でもまあ、プリン食べます。池田食べるね。池田はダイエットしてるから私が全部食べます。なんか毎日食べるあれやってるけど、あ、池田が欲しいんだって池田がドンって やりました机を。いや、池田が食べたいというね。はい、横から出てきましたね。はい、どうぞ。ダイエットするって言ってたのに、今日はいいらしいです。じゃあちょっとだけいただきます。うん、おいしいよ。これでアピールしてます。おいしいです。今日は幸せ配信です。だから幸せのプリン、幸せのプリン配信ってことです。はい、はい、終わり。ごちそうさまでした。あとは残りを、これを全部池田にあげたいと思います。はい、どうぞ。池田が手を挙げて喜んでおりますはい、今日何しようかな。今日は会にはいますよ。出れないんですけどね。さっき机をドンって やられました。怒ってます。今日メールね、もっとたくさん送ろうと思ったんですけど、たくさんお祝いしてもらってて嬉しいばっかりで、みんなとずっと話してたからあまり送れなかったです。はい、はい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 ギフトありがとうございます。さっき5分だけ来ました。初めて来ました。まさきさんありがとうございます。初めて来る人もね、楽しめる配信にしたいです。今日はカープさんが負けたのでこれです。今日は一日嬉しかったけど、カープが負けたのでこれですダメですね、名古屋ドームは勝てないんですね。そうなんですよ。今日は、じゃあ今日はね、あとね15分ぐらいあるから、皆さんのリクエストに答えます。なんかやりたいことありますか？リクエスト、冬ピンに出演していいよ。ろうそく
なんだけどね、私の推しサイリウムはこれが2本です。これかける2、これかける2をこうやってやってくれたら喜びます。これは池田が渡してきました。これは池田なんだって、赤と緑。これはこれ2本は冬っぴです。今日のね、今日のもらったケーキのろうそくはクマでした。かわいいクマでした。用意してくれたんだって。それもみんながろうそくまでねこだわってね、こういう市販のねあのねまっすぐなやつじゃなくてね、クマのかわいいやつをわざわざ続けてくれたんですよ。あの4人は本当に優しいですね。はい、冬っぴに推し変するかも。やったルンルルルンルルルン。はい、今日はね質問。最近はねなんかね誕生日っていうことがあって結構ねいろいろ食べたりとかなんかいろいろしてきたから、今日もプリン食べたけど、今日はちょっと時間あーしてくれるんだって。やったー、うん、池田があーしてくれました。池田もパクパク食べています。ダイエットは明日からなのかな。池田がいるよ。池田お泊まりするよ。じゃああとね、あ、今日質問に答えるんですよ。そうですよ、池田に取られちゃダメなんです。口についた？ついてない。あ、わかった、チークがないんだ。チークを出します。はいはいはい、いかがですか。池田がこうやってますけどね、かわいい。はいはいはい、足のサイズは 23.5。 今日はたくさん質問で答えるよ。隣にフードファイターいる。眉毛がない、また眉毛がないんだ。はい、描いたよ。私の眉毛はありますよ。これで描いたらダメかな。これで描いたらダメかな。ちょっと50カウント完了、ありがとうございます。池田は優しいですね。飲み物いるって聞いてくれてます。あ、そうだ、え、違うって、あ、いらない、眉毛描くのいるって言っちゃった。今日はね、じゃあプレゼントちょっとね、こんなのくれたんです。で、なんかたくさんもらいすぎて、いつかね、紹介したいです。みんなからもらったの。池田もたくさんくれたんですよ。にゃっとか。ね。ももたんとかもね、カバンとかくれたんです。自己紹介して、わかりました。広島県出身、21歳の冬っぴこと藤本陛下です。ですね、キャッチフレーズは、私がこうやってマイクを向けたら、冬かと見てるよをお願いします。じゃあ行きますね。初めて見る人もいるかもしれないから、はい。今の季節は春だけど、みんなが一番好きなのは冬か。はい、どの季節も私を見ていてください。見てるよ、池田が言ってくれてます。ありがとうございます。広島県出身、21歳の冬っぴこと藤本冬香です。イエ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 イっていう感じです。ありがとうございます。あららら、ら、中坂ちゃんが来てくれてる。あー、ありがとうございます。ありがとう中坂、今日一日川島もももちゃんもありがとう。今日はね、じゃあプリンも食べたしね、あと10分ぐらいあるからみんなの質問に答えるよ。タグちゃん早いな。中坂ねんねんの時間だよ。だって、動物犬飼ってます。苗字呼び好き、苗字呼びです。みんな
ショートカットにしたことありますよ。中学校の時のバレー部の時これぐらいでした。これぐらい？頭皮からこれぐらい？もしゃもしゃってこれぐらい、この人のこのここぐらい、バレー部だったからな、こんな髪でした。これぐらい、これぐらい。同期で一番の甘えん坊は、私はよくでもみんなに抱きつきに行きます。ももたんも来てるの。ももたんもねんねの時間だよ。ももたん今日ありがとう。川島もありがとう。広島弁で自己紹介して。ふゆっぺ、ふゆっぴーです。池田ちゃんの秘密を教えてください。池田ちゃんの秘密はね、甘えん坊知ってるかな。あとね、涙袋がぷっくりで可愛いところ。喜んでます。山賊焼き食べる。山賊焼きって何ですか。ショートの写真が見たい。あら、なんかこうしてる間にもね、横からねプリンの方に手が出てくるんですけど、池田ちゃんは昨日の配信でご飯を食べないって言ってたんですけど。かいにゃんかわいいよね。喜びの舞パフパ。今度握手行く。ありがとうございます。広島風お好み焼き食べる。食べます。生もみじ食べたい。美味しいですよね。カープは誰推し。鈴木誠也選手。デザートは別腹。あ、今日 ね家になんかちょっと、だからさっきのホールケーキを持ってくる前にサプライズだから先に来てねって言って、先に待っててねって言って、ももたんと私とかいにゃんが私の家にいたんですよ。でいて、で私は野球が見たくて、でカープとドラゴンズを見てたんですよね。そしたらなんかももたんがおじゃる丸なんかい、あの教育番組を見たいって言うから、じゃあいいよ一緒に見ようって言って見てましたね。今日3対2ですね。もう勝てないんですよ名古屋ドームは。なんで、なんで、なんで、なんで。何その可愛いエピソード。やんごと泣きそう。でも今日は楽しかった。ももたん優しい。野球好きなの。野球好きです。かわいい、ありがとう。3連敗の阪神、頑張れ、頑張ってください。改めておめでとう、ありがとうございます。あんこは克服できたのできません。チョコレートもみじまんじゅうです。ヘルピーもベンチ入りせな。そうですね。今日はね、昨日に続いてルンルン冬っぴです。今日はモザッピじゃないですか。あ、ギフトとかハートとか投げてる方ありがとうございます。モザッピになっちゃったから、昨日はなんか昨日に限ってモザッピになっちゃったから本当に嫌だった。今日はいい感じですか。落ち込むことあります。エドちゃんコメント読まれたい。読みました。ルンルン気分、ルンルン。インフィールドフライわかるよ。いい感じ。カープはねよくねゲッツーが取れるからね、見てて楽しいんですよ。攻撃の時も守りの時も守備もすごいから。丸選手帰ってこい、返してください、お願いだから。ん、高校野球見ます。広島のクレー見ましたよ、1回戦でもね。野球トークできます。ビッグアーチに行きました。こんばんは、秀則さん。こんばんは。こんな好きな番号、好きな番号わかんない。紫紫了解です。そう、
トトトトト。ひろひろさんこんばんは。池田がいるよ。ぐちゃぐちゃのプリンがあるよ。ぐちゃぐちゃプリン、ぐちゃぐちゃプリン配信だよ。ここのさ、あの棒のところにみんな今日は何にするよとかどうやって入れるのかわからないから、あ、これこのテロってところ、プリン配信、プリン、プリン、ぐちゃぐちゃ配信。プリンぐちゃぐちゃ配信にしよう。はい、できた。池田に教えてもらいました。プリン食べないの？プリン？池田が食べてる。うん。プリンのお味？幸せの味だよ。テロップ見えるようになってよかった。今日の髪型はどうですか？今日はここ。タイトル表示されてよかった。あ、紫2本振ってね。おお。ランク4位じゃなくて4番。あ、そうだ、もう癖で言っちゃうから、じゃあ今日から私の配信は番で呼ぼうと。かわいい、ありがとう。今日質問答えるから、あと4分ぐらいだからさ、やってほしいこといっぱい言ってほしいな。紫3本振ります。紫2本です。2本です。2本。怪我はなりましたか？治りました。バンで呼ぶの好き？本当？ケータリングの一番のお気に入りはハンバーグ。好きな守備ポジションはショート。でもファーストもいいし、でも外野もいい。バレーはどこのポジション？レフトバック。背が低いからこれ取るのばっかやってました。紫2本です。変顔。勝ち越しありがとうございます。ダメです。紫が大好きだし、2本ですよ。これわかりやすいから紫2本でいきます。藤本の藤は藤色の藤です。覚えてください。3本って間違えてる人いた。わかりづらくならない。金魚やって。パリーグは見る？見ます。池田がかわいい。地元地元地元、そうだよ、藤色の藤だよ。藤本の藤は藤色の藤だよ。ハートありがとう。ギフトくれてる方ありがとう。金魚、これでよくオーディション通ったって感じだよね。歌もできないしダンスもできないのに金魚だけやって受かってる人みたいだから嫌だ。かわいい、ありがとうございます。サンフレッチェカラー、そうだよ、紫はいい色だよ。何、早いね。なんかやってほしいこと言って、あと30秒、あと1分30秒あるからね。30秒でやりたい、やってほしいこと言って。21歳だよ、子供っぽくないよ。金魚パワー強い。オーディションで金魚やったの？オーディションで金魚やったよ。やってほしいことないですか？じゃあやってほしいことはないらしい。投げキス、早口言葉、たまむにたまおぐにたまたまご。ニコってして、ウィンク、ニコ出しウィンク、スクショタイム。じゃあこれにしよう。スクショタイムいきます。3、2、1。前髪嫌、前髪嫌だ。はい、カイニャンいる。
はい、じゃああとちょっとだからもうランキング読みます。バンでいくよ。今日は癖じゃなくてわざとバンでいくからね。はい、13番アメさん、12番金田一さん、11番のらくろさん、10番ターさん、9番レイカタンさん、8番ケンさん、冬っぴよしさん、ありがとう。7番ジュンさん、6番のらくろさん、5番エイジさん、 4番アニャンさん、3番マチさん、マチさん、2番ムーさん、1番アレートイミューさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、終わりです。今日は池田とお泊まりだから、池田とこれからご飯を食べて、池田とラブラブしてはい、池田とね、ゆっくりゆっくりして寝て、明日もまた頑張ります。プリンぐちゃぐちゃ配信ありがとうございました。明日はね、何時にやるかわからないから、4555人の方ありがとうございました。おやすみ、グッナイ。明日も来てね。またメールとかで送ります、時間。はい、チーズ、バイバーイ。